最後に、歌わせていただくのは、iTunes やレコチョクなどから、配信をしております、花嫁歌っていう曲になりますので、最後1曲、聴いていただけたらなと、思います。この後も、司会として、この場を盛り上げられるように頑張りますので、よろしくお願いします。では、聴いていただきます。花嫁歌。